はい、こんにちは、フラットチャンネルパパです。今ですね、小松木場型道の駅通過しました。今日はですね、これ小松市です。時間がですね、だいたい今11時ぐらいですね、午前11時。いつもランチ遅いんですが、もう今日はもう先に食べちゃいましょう。11時だともうすぐランチ営業始まってるとこあると思いますので、向かっております。とりあえずですね、小松木場型道の駅、左手にまっすぐまっすぐ行きます。で、左側ですね、木場型公園ですね、ここもまっすぐ行きます。で、これ右曲がるとイオンモール新小松の方にまっすぐ行くと、もう左側に出てきますので、福井方面から行くときは木場型道の駅から今のところ曲がっていくと早いと思います。裏の方に出ますね。はい、ということで、ここまっすぐ行くとですね、国道305号線98号線の方に出ます。ちょうど信号交差点の角がですね、丸亀製麺が あるとこですね。で、セブンイレブンとかがあるとこです。そこに出ますので、そろそろ305号線の方ですね。ここですね、丸亀製麺、この305号線を越えちゃいます。信号を越えますね。で、セブンイレブン左手通過、まっすぐ行きます。そうすると踏切がありますので、踏切を越えると信号があるんですよ。この最近では珍しい、この赤と黄色だけの信号、これ今赤点滅してますね。この止まれを左に曲がります。まっすぐではありません、ここ左です。左に曲がるとですね、まあ、これも本当に裏通りですよね、小松の、小松市今江中華料理援軍、あ、ちょうど店主が準備中を営業中に変えてますね。今からオープンです、町の中華料理援軍、こちらにお邪魔しましょう。車を止めて、時間は11時6分でございます。はい、中華料理の援軍、小松市今江、場所は先ほど言いましたようにここです。オープンしたばかり、町の中華料理援軍、営業中に看板変わりました。よし、それでは中入りましょう。お、本日のランチ ABCDEF、 よし、何にしようかな、中入って決めましょう。それではお邪魔します。あ、すいません。はい。はい。担々麺と目玉焼き丼。本日のランチ、担々麺と目玉焼き丼850円にしました。ではグランドメニューです。
はい、あ、ごめん、はい、ありがとう、うわ、美味しそう。はい、それではマスクを外していただきます。これ香りがいいんですよね。ホアジャオの香り。これごまペースト、そして中国山椒、ホアジャオの香りがすごくいい香りですね。スープはこんな感じです。熱々でね、本当に山椒が効いて美味しいんですよ。麺はね、こういうストレートの細麺ですかね、やや細めの麺ですね。スープがよく麺に絡まっていいと思います。でね、ピリッと辛いんですよ。ピリッと辛いというか、もうしっかり辛いと言いますか、これ一発目にね、慎重に行ったつもりなんですけど、ちょっと辛いとこ入っちゃって咳き込むの我慢しながら食べてます。このご時世ね、あんまり咳き込んでもおかしいですから。もやしはシャキシャキでしたね。そしてこちらが目玉焼き丼。目玉焼き半熟とネギと、これマヨネーズ、これ醤油ですかね、タレがちょっとかかってる、なんでしょう、ちょっと甘かったですね、タレは。でこれを混ぜて、こんな感じですね、半熟卵、卵くっついちゃってるこれご飯ね、結構深いので少なく見えて多いですよ、これご飯。でこれももっともっと混ぜましょう。混ぜた方が美味しいでしょ、これマヨネーズもタレも卵もネギも入ってますから、よーく混ぜて、はい、正解、美味しい。これ本当にシンプルなんですけど美味しいですね。うん、いい感じ。ちょっと ラーメン、担々麺も食べないと。熱々ですよ、熱々。そしてね、辛みがね、結構辛いの好きなんで、もうバッチリですね、辛さも。熱々のカラカラですよ。すすり注意です。変なとこ入ったら大変なことになりますからね。いやー、いい感じです。あーつあつ、猫舌ですけど、うめえ。でね、これ食べながらふと思ったんですけど、目玉焼き丼、これ絶対ドボンうまいですよね。これちょっとレンゲでスープ浸して食べます。これがね、もう最高ですね。一瞬止まりましたもん。うまい。第2弾です、これ。第2弾。なんでしょうね。もう目玉焼き丼だけでも、まあ言い方悪いですけど、ジャンクじゃないですか、ジャンキー。
で、それを担々麺の汁、スープにつけて食べるという、ジャンキージャンキーですよこれ。ただ担々麺は本当に王道の本格的な美味しさなんですけどね、この組み合わせがまた面白いですね。でご飯も結構多いんで、このまま食べても美味しいし、ドボンしても美味しい。これやみつきですよ。うまい。はい、ごちそうさまでした。スープ完飲完食しませんよ、もうスープは少し残すという主義に変わりましたから、この前から。ごちそうさまでした。いや本当は飲みたいな。ということで GoTo イート食事券使えるので850円なので500円券1枚使いましょう。はい、はい、それではお願いします。使ってきた。はい、はい、ありがとう。ありがとう。はい、ということで今回は町の中華料理縁群、こちらの方でランチをしました。すごかったですね。担々麺と目玉焼き丼、美味しかったです。ぜひぜひ皆さん小松に来たら町の中華料理縁群一度行ってみてください。バイバイ。